特によく日本の EC であるんですけども、例えば上の方でワンピースの案内してるのに下の方でカバンの案内をしてる、うん、ワンピースの CTA クリックした人はもう戻ってこないと考えると非常にもったいないことをしてると思います。こんにちは、世界へ僕はの徳田です。本日は海外でも改めて注目されているメールマーケティングについてハイハイメールの安藤さんとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ハイハイメールというメールマーケティングサービスを提供している株式会社ラクスの安藤です。今日はよろしくお願いいたします。します。この動画はすでに海外進出をされていて、もっと売り上げ伸ばしていきたい方、これから海外進出を検討されている方、国内でメールマーケティングに取り組まれている方向けの動画です。メールマーケティングの活用のヒントが一つでも見つかりましたら嬉しいです。早速ですが、安藤さん、どんな今日お話していただけるんでしょうか。今日は、3つについてお話ししたいと思います、はい、まず1つ目がメールマーケティングが成功するための全体像について、2つ目がニュースレターを開封してもらうためのテクニック、3つ目が開封してクリックしてもらうためのこのテクニックについてお話しできればと思っております。アルゴリズムによって大きくトラフィックが左右されてしまうソーシャルメディアよりもメールマガジンに注目する企業は増えているようですね。そうですね。徳田さんがおっしゃる通り、SNS っていうのはどうしても広告を表示するのにプラットフォームのアルゴリズムに左右されてしまいます。でも一方でメールマーケティングというのは基本的にはメールを出せば相手に届く、この違いが大きくあると思います。でそもそもなんですけども、メルマガっていうのはもう40年ぐらいの歴史があるマーケティング手法なんですが、メルマガとメールマーケティングの違いについて徳田さんご存知ですか。いや、知らないです。はい、まあ、あの細かい定義のお話ではないんですけども、当社ではメルマガは情報を伝えるもの、うん、メールマーケティングは態度変容を起こすものと明確に分けています。あ、なるほど。それは何かというと、まあ、ツールの進化によって、現在ではメールの反応っていうのが取れるようになりました。昔はまあもちろんその反応が取れなかったので、とにかくメルマガを出してファンを作っていくっていうのが一般的な考え方だったんですけども、今はその反応が取れる分、明確にそのゴールとなるもの、例えば購買であったり資料請求であったり、そこを達成するものとしてのメールマーケティングというものがあります。そういう違いがあるんですね。はい、早速本題に入りますが、メールマーケティングで売り上げを上げる方法の全体像を教えていただけますでしょうか。はい、メールマーケティングで成功させるために大事なことが2つあります。1つは質の高いリストを集めること、もう1つはそのリストに対して適切なコンテンツを送ること、この2つが非常に重要です。1つ目の質の高いリストというのはどういうことなんでしょうか。はい、先ほどメールマーケティングは態度変容を起こすものと言いましたが、大事なのはそのリストの中にいくら態度変容を起こしてくれる人がいるかっていうことなんですね、うん、なので例えばいわゆる購入する気もないのにいっぱいメールアドレス集めてるとか、うん、B2B でもよくあるんですけども、名刺交換しただけの相手にメールを送るとか、きっとその方々にメールを送っても態度変容を起こすことはないんですね、うん、なのでいかにその分母の中に態度変容を起こしてくれる人がいるか、どういう人が興味を持っているかを知ることが非常に大事です。なるほど、リストの集め方が大事なんですね。そうですね。2つ目の適切なコンテンツを提供するというのはどういうことなんでしょうか。はい、リストの中でも温度感が違う方というのが存在するんですね、うん、例えば EC でも最近購入された方、それと1年前に購入されてそれから動きがない方、うん、この2人の温度感というのは全く別物になります、うん、で最近買われた方には最近こういうものが流行ってますよというアップセルをしたり、1年前に購入された方には今実はこういうキャンペーンやってるんです、このメッセージの出し分けをすることが非常に重要です。あ、アップセル、クロスセルと掘り起こしみたいな感じですね。まさにその通りですね、はい、確かに質の高いリストで言うと、あの海外でキャンペーンをやった時に集まったリストですね、なんかプレゼント渡すんで、うん、メールマガジン登録してくださいみたいな風に渡したものっていうのはなかなか購買につながらなくて、うん、過去購入した方向けのリストっていうのは購買につながっていたりとか数っていうのはだいぶ違うんだなっていうのは感じますね。適切なコンテンツに関しても、なんか私たちと海外って言っても、まあ、アメリカの人もいるし、オーストラリアの人もいるし、なんかザンビアとかジンバブエとかケニアとかアフリカの人もいるし、ヨーロッパの方もいるし、いろんな方がいらっしゃるんですね。で国によって同じその顧客でも欲しい商材が違ったりするので、うん、国でセグメントを分けて配信するメールをリストを変えたりとか、あとはその同じ車でもタンザニアの人はこれ、うん、ケニアの人はこれみたいな、売れる車が違ったりするんですよ、年収が違ったりとかするんで、そういうのをこう使い分けて配信したりとか、欲しい車が違うので、
ファーストビュー見せていくものを変えたりとかっていうので工夫はしてますね。越境 EC でいうと私は Shopify を主に使わせていただいてるんですけど、アプリを使ってポップアップでギフトコードみたいなのを提供して、メールマガジン登録してくれたらギフトコード渡すよみたいな形で、まあ、リストを獲得して、そこではあの加護落ちメール配信させていただいたりとか、一回その登録してくれた方に対して、初回のオファーメールみたいなのを渡させていただいたりとか、まあ、そういったリストの、その質の高いリストの集め方みたいなのはちょっと工夫したりはしてますね。なるほど。サンクスメールっていうのがあるんですね。これ何かっていうと、メールマガジンを登録した方に一番最初に届くメールなんですね。これって実は開封率が非常に高くて、平均で 60% から 70% ぐらいあると言われてます。そんな高いんですか？そうなんですよ。なのでこのメールの中に、例えば次回使えるクーポン入れておくとですね、このメルマガを取り続けることで次もまた何かいいことがあるんじゃないかと、読者の方がずっと購読をし続けてくれるっていうメリットがあるんですね。ですのでぜひこのサンクスメールは使っていただきたいですね。初回訪問時のポップアップで登録させて、サンクスメールでさらにオファーみたいな。そうですそうです、はい、ではメルマガの配信頻度っていうのはどのぐらいにしたらいいんですかね。そうですね、一般的には B2B なら週に1回から2回、B2C ならばお届けする情報があるならば毎日でもいいと思います。ああ、そうですね。購読解除されるのが怖いので配信頻度を抑えるっていうお話もまれに聞くんですけども、そもそも集めているリストに問題があるんじゃないかっていうのを疑った方がいいですね。読者の方から情報が欲しいと言ってメルマガを登録しているのに購読を解除されてしまうっていうことはほぼないはずです。一般的な購読解除率というのは 0.25% ほどと言われてます。まあ、1000人のリストがあったらば2人から3人ぐらいが解除されるイメージですね。なので、それほど購読解除を恐れるというよりはお伝えする内容があるならばきちっとお伝えするっていう方が良いと思います。なるほど、適切なコンテンツのが重要とですね。はい、2つ目の開封率を上げニュースレターを読んでもらう方法についてですが、教えていただけますでしょうか。はい、ここで大きなテクニックが2つあります。1つ目は件名の付け方ですね。やはり最初に目につくのは件名です。で、重要な情報は必ず左側に持ってくること。これは何かっていうと、メールの一覧画面ではあまり長い件名だと右側は切れてしまうんですね。なので例えば、今日までのセールですよとか会員様だけですよみたいな情報っていうのは必ず左側に入れる。あ、セール情報は何パーセントオフみたいな。そうですそうです。具体的な数値が入っていると余計開封率が上がるので、はい、とてもいいと思います。なるほど。もう一つ大事なのが差出人名ですね。この中でよくあるのが、例えばそのメルマガ特有の名前をつけてしまう、なんとかショップメルマガ通信みたいなのあると思うんですけども、メルマガ登録した方がその差出人名を認識しているかどうかで変わってくるんですね。なので、差出人名に関しては基本的にはショップの名前をそのまま使うとかサービス名を使うとか、変に凝った名前をつけない方がいいです。御社で言うとハイハイメールみたいな。そうですね、はい、よくあの私も受け取る方であるんですけども、あの、まあ、ハイハイメールであればハイハイメール通信、ハイハイメール編集部みたいな名前で来ることがあるんですけども、これまでこう取った方がそれって何の話だっけってなっちゃうことがあるので、それはやめた方がいいですね。ああ、なるほど。あとですね、 B2B でいうと差出人名に個人名を入れると開封率が上がるというデータがあります。ですので、私がもし入れるとしたらば株式会社ラクス安藤という差出人名にします。そうなんですね。世界へ母艦徳田。そうですね、差出名入れると上がるんですね。はい、メルマガって何のために配信しているかというと、一通ずつメールを書くことができないので代わりにシステムで一斉に配信してるんですね。自分が一通ずつお客さんにメールを書くとしたらどういう件名、どういう差出人名で書くかって考えた方がいいと思います。あ、1対 L の考え方じゃなくて1対1の考え方で結果 L に送るって感じですね。まさにその通りですね。リンクのクリック率、リとしたアクションをしてもらう方法について教えていただけましょうか。はい、これですね、当社で、メールを受け取った方がメールを見ている時間の平均時間を調べてみたんですけども、実に7割の方が7秒以内だったんですね。で、7秒ってどれぐらいかっていうと、人が1秒間に読める文字が 1文字と言われてます。なんでおおよそ70文字、まあ、とはいえ流し読みすると思うので、まあ、2倍にしても140文字ですね。まあ、Twitter の投稿1回分ですよね。それを考えるとですね、メルマガのコンテンツに長々と前提条件を書いて CTU を一番下に持ってくる、これって実は見られる前に離脱しちゃう可能性が高いんですね。なので、やることはまず大事なのは CTA を
ファーストビューに入れること。ファーストビューなんですね。はい、メールを開いた瞬間にもう CTA があるのが望ましい状態です。あのアクションするボタンのことを CTA って言ってます。そうですね。で、このクリックされるものに関しましても、テキストメールのリンク形式ですね、ハイパーリンクみたいな、ハイパーリンクとクリックアブルのボタン、バナーみたいな、バナーみたいです。これでは大きく違いまして、クリックアブルのボタンにした方が3倍ぐらい、3倍も違うんですね。3倍も違いますんで、クリックされます。でクリックアブルなって言ってるのはですね、最近非常に多いんですけども、デザインがフラットデザインになってきてる中で、押せるか押せないかわからない絵よりも、まあ、そこはデザイン的に割り切って、ちょっと少しダサいかもしれないですけども、クリックアブルに押せるって認識された方が確実にクリック数は増えてます。と HTML メールの方がいいことですね。必ず HTML の方がいいですね。あ、なるほど。他に CTA で気をつけるポイントはありますか？はい、原則として一つのコンテンツにつき CTA は一つですね。これ何かというと、例えばなんですけども、見ているデバイスがスマホだった場合、一番上の CTA を押してウェブに遷移しました、って方はもう二度とそのメールには戻ってこないんですね。そう考えると、押された CTA より下にある CTA っていうのはもうないも同然になってしまいます、であれば複数の CTA を詰め込むのであれば、そのメールを分割して一つの CTA を一つのコンテンツにっていうのを複数回に分けて配信した方が成果は出ますね。それは B2B の話、B2C でも同じですね。あ、そうなんですね。 B2C でも海外の EC のメルマガとか見るとそうなんですが、基本的には一つのメッセージの中に写真が一つあって、そこの CTA が、写真自体がまあ CTA になっている、っていうのが原則になってますね、特によく日本の EC であるんですけども、例えば上の方でワンピースの案内してるのに、下の方で、カバンの案内をしてるみたいな、ワンピースの CTA クリックした人はもう戻ってこないと考えると、非常にもったいないことをしていると思います。なるほど。カバンはカバンで出した方がいいと。その方がいいです。